どうもコウマです。トラカビルダーズ2実況続きやっていきたいと思います。前回ですね、3つの軍団全部倒しました。でこの後どうなるかというと、お、みんなご飯待ち。でも食べるものがこれない感じだね、これね。切ねみんな食卓に着くんだけども何も食べるものがないというね、悲しすぎるな。何も入ってないのこの中。なんか入ってんじゃん。苦きのこ、焼き桃貝、ほら城の飾り壁とかあるじゃん。歯ごたえ抜群だよ。食べなよ、かわいそう見ないふり見ないふり。よし行こう。リック・コーマー、よくデーモン兵団を撃破したね。君がいなければ何もできなかったことだ。ん、君がいなければできなかったことだ。うん、正直言って君はここまでやるとは思わなかった。でもおかげでもうすぐ僕の目的も果たせるよ。なになに、でなんで左の兵士はジローンをめっちゃかく殴りにしてるの。ちょっと待った、何その言い方。ところで王様から命令を受けてね、君に作ってもらいたいものがある。あれリック、やっぱりやべえよな、こいつ絶対やばいよな。そろそろこの城にも不届き者を入れる牢屋が必要だ。いつ何があるかわからないからね。いやー、助けたくねー。場所は城の地下がいいだろう。地下倉庫を活用した設計図を書いてくれ。やめろ、こうもやめるんだ。そんな張り切っちゃいけない。ああ、ここなんか最初にあれだね、なんか魔法の作業宅、作業部屋、作業机、うん、を作ったところだね。作業台だを作る材料をもらったところだ。地下牢の設計図を描いた。地下牢、これ絶対俺が閉じ込められるやつでしょこれなんかストーリー読めるんだけど。はい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 、いいね。オーソドックスに捕虜の鎖とか、やっと捕虜の鎖を使う時が来たか。いや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 、あ、来た来た来た。牢屋の設計図が描けたんだね。これは悪くない。今回は君一人で建築に当たってほしい。みんな別の作業で手が離せないんだ怖え、リックやべえ絶対。それじゃあコーマ、この地下牢の設計図を完成させるんだ。いやー怪しいよこいつ絶対。牢屋の壁、お、鉄のインゴットはまあそこそこあるね。設計図、いやー久しぶりだな。ここかな。はい、牢屋の壁。さあ誰が入れられるのかな。牢屋の扉、壁、おお、小さい空き部屋、おお、すごいね。かがり火を、はい、壺、そして最後にこの宝箱は邪魔だな、壊そう。どこだ、ここのど真ん中かな、捕虜の鎖。ここ、はい、来た、地下牢の設計図が完成でーす。さあやっぱ俺かな捕まるの来るぞリックが。うわー、びっくりした、どっから来た怖えよ、怖いよ。リックは、リック、リック、あれ、肝心のリックはいない、どこ行った。あー、来た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 、遅いよリック。はい、いやいや、牢屋が完成したんだね。ありがとうコーマ。実はね、ここに誰を入れるかはもう決まっているんだ。怖っ、豹変したな、怖えな。え、アネッサ入れるのやっぱり。すまないコーマ。え、やっぱり俺、あ、おい、これはどういうことだ。やっぱな。あ、違う、指導だった。君は危険な存在だってアネッサが王様に進言したらしいんだ。僕も王様の命令には逆らえなくて。絶対嘘だよな、リックの独断だよな。そういうことを言ってるんじゃない。ん、コーマ、お前この牢屋俺を入れるために作ったのか。こいつらの命令を聞いて。いや、チャンスよ、チャンスチャンス。僕はそんなことを最後まで抵抗したんですけどね。ああ、拗ねちゃった。言い訳は聞きたくない。こんな時もヘラヘラして顔しやがって。いや、これは素のままの顔なんでごめんなさい。お前のことを見損なったぜ。あ、こんなことで友情に亀裂が。今すぐ開けますんで。すまない、これも全てアネッサの企てらしい。僕たちの仲を裂いて戦力を削ぐためのね。絶
たい。もうここまで来たらみんながみんな気づくよね、プレイヤーね。こいつやべえって。王様には真相を話したけど、アネッサは信頼が厚くてね、取り合ってもらえなかった。でも僕は諦めない。必ず悪人を捕まえる。指導も牢屋から出してみせるよ。いや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 、おいお前たち、あ、これは話がややこしい。ここで何をしている。ん、お、いいところでなく来たぞ。うわ、この揺れは、あ、でも3つの軍団倒したから、これはもしかして総督さんいらっしゃい。来たね。足音でかい。ぐわはは、しばらく見ぬうちにこんな城を作るとは。これは破壊のしがいがある。なんだろうな、このでかい足音、ちょっと予想したいな。あのギガンテスとか、あの一つ目巨人系だったりしない？あれ違う、え、嘘、お前かい。あ、違う、アトラスだ。やっぱりそうだな。人間を見くびってはなりません。一気にひねり潰しましょう。アトラスってオレンジ色だっけ。あ、でっかで、うお、え、おかしくない、でかすぎない、え、やばくない。グラハー、悪魔神界を、それには及ば、じわじわとなぶり殺しにしてやるのだ。行け我がしもべたち、我にもがき苦しむ人間の悲鳴を聞かせよう。あ、こいつはまだ出てこないんだね。ラストバトルはまだ先か。とりあえず顔出しでね。はい、ご苦労様でした。あ、待っててくれるんだ。あ、待っててくれるんだ。待っててくれるんですね。どんな感じ、どんな感じ。ティクさんこんにちは。あ、いらっしゃらないけどね。さっき言った悪魔神官どこ行った。楽屋、楽屋に戻った。ここら辺に一面にトゲ罠を張り巡らしたいな。鉄のインゴット全部消費して、トゲ罠。よし、すげえ、一面トゲだらけ。これは地味に効くんじゃないかな。あとは兵士に剣をあげたいところではあるけれどもな。こいつは、これは炎の剣かな。銅の剣を多分持ったやついるんだよな。よし、君、この衛兵 A にガイアの剣を渡そう。いいぞ、鋼の剣、君もか、鋼の剣。あ、あれもらわないと、王様に世界一の雫。あれ、もう持ってるっけ。あ、もしかしてもらえない。もう3つの軍団倒したからもらえないのか。くれよ、くれないの、くれよ。しょうがねえな、やるか。そうか、シドウいないからリックなのか。シドウさん口聞いてくんねえかな、やっぱり。ちょっと見に行こうかな。違うんすよ、シドウさん僕じゃないんす。リックが、リック悪くて俺悪くないんす。おっと、いくらコーマさんでも同様に近づけるわけにはいきません。誰誰誰誰、お前かい。指導さんを心配する気持ちはわかりますが、どうかもう少しこらえてください。お前代わりに入れよ。なんなの、荒くれ。全然荒くれてねえじゃん。よし、行こう。あれがこのムーンブルクを治めるハーゴン教団の大総督、アトラス。確かに強そう。どうやら停車の魔物たちが襲ってくるみたいだ。なんとかして倒さないと。コーマ、戦いの準備はいいかい。オッケー、よし、必ず勝って活路を開こう。アトラスに勝つ方法もきっとあるはずだ。はい、そうそう、ホッホ様が預かっているものがあってね、これを渡しておくよ。なんだ、ホッホ、手投げ爆弾。いらない。心の底からの声、いらない。この戦いは負けられない。行こうコーマ。さあ来た、俺回復持ってるっけ。さあ何が来る、敵。あ、もしかして手投げ爆弾ここに入れれる。あ、できねえわ。ちょっと、違う。爆発したじゃん。違うじゃん。俺、回復持ってなくない？あ、回復ねえな。あ、HP 一応回復するね。海鮮サラダとかね。いったれい！当たって砕けろだ！あー、でかいのいる。あ、痛い。撃ち落とされたんだけど、ちょっと待って。あ、トゲ罠効いてるね。ガイコスが死んでってると。ほらほらほら。38体全部でいるのか。壊すんじゃない！俺、みんな来てくんねえな。もしかして向こうで待ってる。お、来た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 。あ、凍った凍った。いいよ。ちょっと行かないで、行かないで、こっち向いて。
お父さん、お父さん、お父さん、あー、はい、次また来るよ。あ、ほら、うわー、来た、ギガンテスか。ギガンテスさんですね。はい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 、あ、いいよいいよ。キャド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 じゃないや、バギバギえバギバギバギなんてかバッキューのお前は凍らせよう。あー、凍った凍った、いいぞ、みんなよろしく。俺ずっと踏んでるわ、これ永久にはいこれ狙った方がいいな、氷解除した瞬間に。はい、あ、効かない。あ、いいぞいいぞいいぞ。はい、痛い痛いよ。あ、ちょっとかわいそうビルダー覚悟。あー、来た来た、いっぱい来た。やべ、こいつらこいつら、待ってください、置いてかないで。そうか、指導がいないから必殺使えねえのか。指導いないと確かにきついな。うわ、でかい、やべやべやべ、怖っ。すげえ、吠えた吠えた、なになに、どうしたの。あー、待って待って、壊さんといてまあいいか、ジロム達がまた直してくれるね。うん、うわ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 、そっち向いて、あ、やばい、こっち向いた、こっち向いた、怖っ。あーあーあああ、もうぶたないで、やめてったから、それちょっとかわいそうなセリフもやめて、俺がいじめたみたいじゃん、なんかねえ。あー、指導がいないからちょっとこう絵的に締まらないな。コーマ、これから何が起きるかわからん。壊れた城とデジロを修復しておくとしよう。任せた。はーい、よろしく。よしよしよし、おー、綺麗綺麗、要は満足じゃ。よくやってくれたな、コーマ。なんとか敵を退けることができた。リックさん、しかし、敵の親玉は残っておる。あの化け物を倒さねば戦いは終わらんぞ。あれ、無理でしょ。おそらくアトラスがムーンブルクの平和の証である王家の紋章を持っているのでしょうね。まあそうでしょうね。あまりの強大な力に悪霊の神と恐れられたアトラスか。一体どうやって勝てばよいのじゃ。そうなんだ。悪霊の神に勝つなんて無理に決まってやるるる、僕たちは負けることが運命。お前スパイだろ。バカモン、コーマの力を得てここまで来たのだ。わしは諦めはせぬぞ。お、さすが王様、一括。おお、どうされたのです、急に王様らしくなってまさか魔物が変化しているのではひどい言われような。たわけを申すな、わしは最初からこの国の王だ。そして忘れたはおらぬか、わしが伝説の勇者ロートの血を引くたくましくも凛々しい王であることを。ここで切りますか。そうですか。あ、音楽がなんかいいぞ。あー、いい音楽、何か起きそうな、ワクワクするような感じの。どこへ行くの、王様、王様どこに行くの。まさか訓練。おお、血がたぎっておる。さすがロトの勇者、末裔。よし、うむ、コーマよ、世界中の雫を切らしておるようだな。あ、くれるの。さあ、これを持っていくがよい。え、今さっきくれよ、なんで今なの。あっあれ、なんか教えてくれんじゃないの。え、もう一度言う、わしはロトの血を引くブンブークの王、アトラスを倒す手立てはある。マジか、手なずける。そうか、実は王様は勇者なのですね。アトラスもそのお力で。残念だがわしにそんな力はない。結局のところビルダー頼みだ。びっくり、コーマには勇者の血を引くわしのそれっぽい何かを利用してアトラスを倒す究極の兵器を作ってほしい。めちゃめちゃアバウト、こんな顧客は嫌だ。なんかこんな感じのふわっとした感じのいいもの作ってみたいなね。なんだろう、血を使うとかか。さあコーマ、わしの考えを伝える、その後の力で形にしてくれい。聞いてるの今。うん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 、こんな感じでキッチンは南向きで、リビングは13畳。お、なんだ、ここに作るのか。え、なに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 、そう、予想つかない。副塔の設計図。あ、塔でかっ、副塔でかっ。
はあ、でかっ、ギョエー。いやいやいや、自分でリクエストしたんじゃないの。これは素晴らしい。ミナデイン砲なるものの設計図。なんだ、なにミナデイン砲。わしの考えの上を行く代物だ。ミナデインか。ミナデイン砲、私たちの力を一つに集めて敵に打ち出す魔法兵器か。元気玉だね。しかしこれは砲台というより塔のようではないか。しかもこんな塔一本で。コーマ、この設計図は3つに分かれているのだろう。2つの塔で力を集め砲台で発射する。あ、そうそうそう、それまさにそれです。そうそう、なるほど。この設計図は力を集めるための1本目の塔というわけか。そうなんですね。大変だね。わはは、素晴らしいぞコーマ。ではわしからの最後の頼みはこれだ。おお、メインミッション3つ目、アトラスを迎え撃て。ミナデイン砲でアトラスを倒すべし。ミナデイン砲が完成すれば悪霊の神と言われたアトラスも倒せよう。みんなで力を合わせ作り上げるのだ。ミナデイン砲か、これはすごい兵器だ。勇者の血筋たる王様らしい兵器です。さあリックがどう動くかだね。ところでどうしたのだコーマ、先ほどから浮かぬ川に見えるが。いや、指導が怒っちゃって。何、すぐに指導を牢屋から出してくれだと。うむ、指導のことはわしも聞いておる。その他にとっては辛いであろうな。うんうん、出して出して。たから今までの畑を考えれば生やましいところではあるが、わしは家臣の進言も聞かねばならぬ身だ。散々ビルダーとして尽くしてきたじゃないすか。指導の戦いぶりを恐れる者がおるのもそうだが、ラーの鏡に映らなかったのは気にかかる。あー、覚えてらっしゃった。すっかり忘れたものだと思ってたのに。いずれにせよ悪いようにするつもりはない。時が来れば解放するゆえしばし待つがよい。あー、これ指導さんが破壊神指導になる伏線じゃないかな。これ大丈夫、うん、さあ一刻も早く。あ、そう、リックの点点点がね、またね、またこの疑わしいよね。ミナディン砲を完成させましょう、アトラスを倒すために。さようですか。お、早速なんか王様が言いたいことがあるようです。わははコーマ、もう王だからとて高みの見物はしたくない。ほう、今からわしもビルダーとして建築を手伝おう。マジか。お、ジロームが、口うるさいやつが来たぞ。おお、なに、ツイセルも来たぞ。でもここまで来て素材集めからコーマさんに頼むのもなんだか気が引けますね。お、やっと気づいてくれましたか。そうなんです、めんどいんですよ。ほうほうほう、ではわしらが素材集めてこよう。若い者にはまだまだ負けぬぞ。かっかっか、ほうほうよ、よく言った。ではどちらが多く集められるか競争じゃ。おお、ジジイとも行け。ジジイ1、ジジイ2。わはは、あの二人本当に元気よの。あれところでコーマさん、いつものニコニコ側はどうされたんです。やはり指導さんのことが心配ですか。あ、本当だ、ニコニコしてない。なんか怒ってる、ちょっと。怒るよね。噂によればアネッサさんが王様に強く進言して指導さんを牢に入れることになったとか。でもアネッサさんは指導さんを危なっかしく思っていながらその強さを信頼していたようでしたが。でしょ、ねえ、ねえ。とにかくお辛いでしょうが、きっとすぐに出してもらえるでしょう。少しだけ我慢してくださいね。どうした、セセル、告白か。それはそうと、ジローム様、トーホー様は一体どこまで行かれたんですかね。お、帰ってきた。はぁ、はぁ、見よ、ホーホー、わしはうるるんとたくさんの大理石を取ってきたぞ。ぜえぜえ、ジローム、なんとペタなこと。地味じゃが、綿や木材こそ入り用じゃ。いや、木材僕無限に使えるんですけどね。ほほざけ、わしは皆を指揮して城の壁とて大量に作ったのじゃぞ。ほほほ、甘い。城の円柱や大きなタペストリーこそ肝心なもの。うん、ありがとう二人とも。ぐー、とにかくコーマ、わしら追いさらばえた老人のものづくりの集大成。収納箱、やったー、ありがとう。すべてここに入れておく。ちょ、愚法。あ、老人がそんな愚法とか愚派とかやめて。キャー、ジュロームさん、ホホさん。出た、高笑い。気絶するだけじゃ。死亡確認、素晴らしいぞジローム、ホホよ。この素材でミナデイン砲を作っていこう。ではやるぞ、ミナのもの。スルーか、倒れた老人2人はスルーか。あ、立ち上がった。あれ消えた、ジローム消えた。あれ、ジローム、ジロー、あれ、今ジローム一瞬で消えたけど、
チロはどこ行った？収納箱の中に。えいえいおーおー、みんな、あ、上にいた、まさかの瞬間移動術だったね。よし、じゃあ、お、早速もう作ってますね。ありがとうございます。じゃあ次回かな。次はね、副刀を3つ作る、おー、最後のメインクエストですね。これはやっていきましょう。ということで、よければチャンネル登録、またもしよかったら動画の高評価していただけると嬉しいです。またツイッターやってますので、動画概要欄からアクセスしてフォローの方もぜひお願いします。はい、ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。